天辻峠とは奈良県五条市にある峠である。標高は790メートル、木の川水系と熊野川水系の分水嶺で西熊野街道の最南所であった。かつての西熊野街道は北の大日川村で乳川を離れ、長坂を登り、長屋村を経て天辻峠へ直線的に通じ、峠を越えると南は坂本村まで、 約350メートルを急転直下で下っている。南北に通る朱道から西の吹村や東の天川村方面への道が分岐しており、標高800メートルの峠はまさに天の十字路であった。峠付近の集落点の川辻は物資の集散地となり、豚屋や旅館もあった。また1917年には五条坂本を結ぶ大和作道が設置され、 要益として繁盛した。しかし、1922年に峠から約50メートル下に、天辻水道が開通すると集落は交通の幹線から離れる。1959年にはさらにその下100メートルに、新天辻トンネルが開通して、峠道は約3キロメートル短縮されたが、集落は個数、人口ともに減少が著しい。 天寺水道西熊の街道は、明治末頃から1922年にかけて、抜本的な道路改修が行われ、第日地川から入荷は、総川に沿いた地川渡し経由で天津寺峠に至り、天寺水道を通過するルートが本道となった。1919年に、五条、木戸間が、府県道に異難が、軍道に認定。百二十三年には、軍政廃止に伴い前線が、 府県道となり、五条本宮線と命名された。1953年には国道168号に昇格し、1959年の新トンネル開通後は、旧天津寺水道を含む区間は林道に転用されて、今日に至っている。天中組本陣跡天津寺は、天津寺峠の南に立地する集落、山都市の吉野郡村里の方に、 天の川辻坂本村デートと記されており、坂本村と津田レ村のデートによる集落デモとは、天の川辻と言ったがそれを略して、天辻とも称するようになった。あぜたとものありの、吉野群名山寿司に、天の川辻坂本へ18丁、この地道幅1条余り、山中には稀なる道なり、家建ても大にして、盆をモツやなり、五条より、この地高牛場に、 三一諸仏物を突き来たり、税より、歩行にとなり、十津川港入ると見える。文久三年八月に、五条大干将を襲撃した、天中組は、天辻峠の鶴谷自兵宅を二十五日間本陣とした。天中組本陣となり消失した、鶴谷自兵宅後には、その後1906年に、天辻小学校が創設されたが、児童の減少により1977年に、 休校となり、2004年の廃校処置を機に、同地は、天津地震歴史公園として整備されている。毎年8月15日に、天神社境内でも要される盆踊りでは、天中組来訪の様子を歌った、天中踊りが演じられているが、踊り手の減少により継承が困難になりつつある。ありがとうございます。